皆さんどうも、平田雄介です。音楽聴いてらっしゃいますか？というのもね、平田雄介、今日の1枚第6回目を数えることになりました。5回目に僕言いたかったんですけど、平田雄介の今日の1枚、その1枚っていう意味なんですけど、やはり僕にとっては CD であったり、そしてレコードだったり、そういうものを今昨今なんかこうレコードブーム、レコードがね少しずつクローズアップされて若い方々に聞かれるようになってきてるんだよっていう話も聞きますけれども、やはりねもっともっとたくさんの方々にレコード聴いてほしいですし、でまた CDもね、たくさん聴いてほしいですし、やっぱりね今やっぱねコンピューターがすごく発達してきて、パソコンでねダウンロードしてきて、でそれを聴くっていうのがねやっぱお手軽でね、僕あのそれデジタルミュージック自体はね僕あの全然否定するつもりは全くなくって、あのそれはそれでねいいものがあって、やっぱこうデジタルミュージックってやっぱり手軽に聴けるじゃないですか。手軽に聴けて、なんていうんですか、料理で言うとちょっと味見をするっていうか、テイスティングして、で美味しい、じゃあ買ってみようっていうね、それがこうデジタルミュージックだと思ってるんですね。なのでデジタルミュージックの良さは良さであって、そして CD、 そしてレコードっていう良さももちろんあるんで、で僕はやっぱり第1回目でもねお話ししましたけれども、実家がジャズ喫茶っていうこともあったので、皆さんにねレコード、そして CD の良さ、それを自分のコレクションとして持って、それがね例えばこう10年後20年後聞いた時に、あああいう思い出があったなとかね、ああいうことがあったなと、まあそのね CD、 そしてレコードとともにね歩んでいける良さもあると思うので、それをここでまあ僕のまあ独断と偏見ですけれどもご紹介して、でそれをね CD ショップ、そしてレコード屋さんにね足を運んでもらって、皆さんのお好みの1枚をね提案できたらいいかなと思って、この第6回目いきたいなと思います。今回なんですけれども、アーティストのねまず紹介したいなと思います。この方です。すごいねラテン系のイケメンの方なんですけれども、ピアニストのねモンティ・アレキサンダーっていうね方なんですよね。彼自身は1944年、ジャマイカのねあのウィントン・ケリーの話ありましたよね、はい、ウィントン・ケリーはニューヨークのジャマイカか、本当にあのお国のねジャマイカかって、 どちらか2つの説があるんだよっていう話はしましたけれども、今回のモンティ・アレキサンダーは本当にお国のジャマイカのご出身です。モンティ・アレキサンダーなんですけれども、もともとピアノ教育すごい幼い頃からされてまして、もうクラシックの技術もあるし素晴らしいピアニストなんですよね。モンティ・アレキサンダーが1960年の初頭にですね、その頃にモンティの故郷であるジャマイカのキングストンからねアメリカに渡ってきまして、その時にアメリカの、まあ、市民権が必要ですからねを取るために誰が尽力したかというと、あのデューク・エリントンが手助けをしたっていうんですよね。というほどですね、モンティ・アレキサンダーのピアノの腕前が、音楽性がどれだけすごかったかということを物語るね出来事だったと思いますよね。で、あのその1960年代初頭にですね、ジャマイカを離れてアメリカでですね活動を本格化するわけなんですけれども、まあ、そこでですねハーブ・エリスだったり、レイ・ブラウンだったり、ニールス・ペテルセン、エド・シグペンっていうね、まあたくさんの方々と演奏してるんですけれども、そこでやっぱり共通項として出てくるのがやっぱピアニストのオスカー・ピーターソンなんですよ。オスカー・ピーターソンは今さっき挙げたね4人の方々とよく演奏してますし、そしてオスカー自身がね生涯を通して愛したねメンバーなんですよね。ですのでピアノスタイルはもちろんやっぱりこうオスカー・ピーターソン直系のねピアニストなんです。だからやっぱりこうスインギーだったり、そして明るいピアノですし、ぜひねあのモンティ・アレキサンダーおすすめですね。このモンティ・アレキサンダーなんですけれども、こうダイナミックなフレーズだったりとかね、うん、非常に多彩なんですよね。まあそういう石を継いでるのが今の現代のピアノで、ベニー・グリーンだったりサイラス・チェスナットだったり、まあその辺の方々はねモンティ・アレキサンダーの影響をですね非常に受けてますよね。ですのでやっぱりベニー・グリーンとかはねベースのレイ・ブラウンのバンドにもいましたしね、オスカー・ピーターソンからね真の後継者だって言われましたしね。モンティ・アレキサンダーね自分のまあルーツですよね、ジャマイカミュージックにスポットを当てて、最近はね諸作品リリースされているんで、ジャズそしてジャマイカミュージック、これをね最近はすごく橋渡しをしながらね大活躍するピアニストなんで、ぜひね、まあ、来日公演もねされてるんで、ぜひねモンティ・アレキサンダーのエネルギッシュなステージ堪能してみてください。素晴らしいですよ。アルバムのね、紹介いきたいなと思います。平田雄介の今日の1枚ご紹介するのはこちらのアルバムです。
1976年にですねリリースされましたアルバム、モンティ・アレキサンダーライブアットモントルージャズフェスティバルというねアルバムなんですけれども、モンティがアメリカに渡ってきて、もう油の乗り切ったねピアノトリオ、ピアノ、ベース、ドラムですね、このトリオで演奏されてるわけですよね。このアルバムなんですけれども、先ほど言ったようにスイスのね、モントルージャズフェスティバルでの本当に実況録音版なんですけれども、やっぱりねライブっていいですよね。このご時世なんでライブにねすごくやりたいなっていう気持ちもね僕もあるんですけど、そのライブの醍醐味がですね非常に詰まったアルバムでして、もう最初からですねアーマート・ジャマルのナイト・ミスト・ブルースでね幕開けするんですけれども、もうそこからねもうオーディエンスとモンティ・アレキサンダートリオがもう一体化しそうなね雰囲気がね出てるんですよ。それぐらいでライブの醍醐味がね非常に詰まったアルバムなんでね。そしてまあオープニングでも言いましたけれども、モンティ・アレキサンダー自体のピアノがねスインギー で明快なピアノスタイルなんで、だからその辺もね相まってジャズの初心者の方々、そしてまたジャズを聴いてみようという方々にもですね非常におすすめのアルバムです。でこのアルバム自体ですね、1976年の録音版なんですけれども、ね、録音されたレーベルがドイツの MPS っていうレーベルなんですね。これはですね1960年代にピアニストのオスカー・ピーターソンが著作品をリリースしたレーベルでもあるんですよね。音の録音技術がすごく素晴らしいレーベルでもあるので、このモントルージャズフェスティバルの録音版に関してもですね非常にいい音で録音されているので、その辺もですね皆さん楽しめると思いますよ。この録音の1976年っていうね年、このジャズシーンでは何が起こってるかっていうと、アコースティックジャズがもう衰退しちゃってるんですよ。アコースティックジャズが衰退をして、そしてやっぱこうエレクトリックジャズ、いわゆるフュージョンですよね、フュージョンが猛威を振るっていた時代なんですよ。それをもう考えるとですね、このスイスのモントルージャズフェスティバルのこのライブ版ですね、ジャズシーンはフュージョン中心になってるんだけれども、だけどこんなねアコースティックのオーソドックスなピアノトリオでね、これだけのオーディエンスの方々を魅了できるっていうね、ジャズがあるんだっていうこと自体ね、非常にこの歴史的な背景を考えた時に非常に面白いと思いますよ。80年代にねフュージョンが今度は衰退していって、そしてアコースティックジャズが今度は盛り返してくるんですよね。その4年前にあたるレコーディングなんですけれども、その4年後に訪れるアコースティックジャズの復権がね、モンティがちょっとね導火線に火をつけたんじゃないかなって僕はね思ってるんですけれども、そんなアルバムです。メンバー紹介したいなと思うんですけれども、ベースはですねジョン・クレイトンっていうベースなんですけれども、ね、ジョン・クレイトンはですねもうレイ・ブラウンの直弟子なんですよ。もうほんとプレイスタイルに関しても音色に関してももうレイ・ブラウンにそっくりなんです。素晴らしいベーシストですね。そしてまあジョン・クレイトンの息子さんはねピアニストなんですよ。ジェラルド・クレイトンっていうね素晴らしいピアニストなんですよね。そしてドラムなんですけれども、この方もスイングドラムのね名手ですよね。ジェフ・ハミルトンっていうねドラムなんですけれども、まあこの方はですねレイ・ブラウントリオでもですね大活躍されたドラマーですし、もちろんオスカー・ピーターソンからも愛されたねドラマーの方であります。このオスカー・ピーターソンファミリーの中ではもう本当に重要なねドラマーの一人であります。このジャズピアノのねちょっとね、まあ、難しい部分だったりとか、ちょっとアカデミックに感じる部分っていうのが非常にですね、削がれていて、分かりやすいんですよ。とにかく分かりやすい。なので、非常にこう、大きなね、ダイナミックスだったりとか、ピアノトリオでやってるんですけど、なんかこう、オーケストラ、大人数でやってるような、錯覚を覚えさせるような、分かりやすい展開だったりとか、で、サウンドだったりとかっていうのが展開されているので、ジャズっていう概念をね、覆してくれるようなね、レコードですよね。の、モンティ・アレキサンダーなんですけれども、非常にね、手ちっちゃいんですよ。僕ね3年4年ぐらい前に東京でのねライブ公演を見に行かせていただきまして、でその時にね直にご挨拶させていただきまして、握手してもらった時にちょうど僕とね、僕もあんまり手大きくないんですけど僕よりちょっとちっちゃかったんですよ。でそういう驚きもあって、でなそんなねちっちゃい部類ですよ手は。だけどあれだけ指動いて、そして激しいプレーができて、そして繊細なプレーができる、僕もね勇気をもらったっていう思い出があります。ということでね今回のねモンティ・アレキサンダーライブアットモントルジャズフェスティバル、ぜひね皆さん聞いてみてください。もう何度でも言いますけれども、本当にジャズをね今から聞いてみよう、そして全くの初心者の方々にもねおすすめのアルバムですので、ぜひ聞いてみてください。平田雄介の今日の一枚いかがだったでしょうか。
この動画に対するいいね、そしてチャンネル登録はこちらまで。ご視聴ありがとうございました。